OK. Relax. Turn light.
タッツンやってるのは、はい、こう来たらもうすぐこうでしょ、はい、だからここ来た時点ではもう履き始めても間に合わない、はい、タッツンのやり方だったらもうここから溜めるでしょ、はい、ね、これでようやく間に合うの、はい、結構は空気あるよ、はい、ね、すごい滑るな、すいません、はい、行こう、見てます、うん、目つぶってるんです、つぶなくていいんだよ、はい、ちょっと今足のトレーニングの後だから、すいません、相当フラフラ、はい、行こう、ゆうたろう、すいません、今のビテミンの中の対等さが全然違うんだが、はい、もう一回もう一回、はい、フロントリラックス、サイドトライセップ、ほらこれを毎回持ってこなきゃダメだから、吐き出しのタイミングはあれがあっちの方が、これが正解、はい、ね、リラックス、アブドミナルアンドスタイル、冷静にできるときは目つぶって鏡の前で目つぶって合わせる、目つぶって合わせる、できてるかなと思って目を開ける、はい、じゃあ違えなと思ったらその何が違ったのかちゃんと覚えて次のアプローチはそこに持っていけるようにする、これのもう反復練習、これしかないから、はい、ね、ここでやってたらそれだけじゃ絶対に治らないからね、はい、うん、まだ早速クォーターターンの時足こんななってるよ、はい、うん、やっちゃいましたね、ちょっと一回一緒にやってみよう、はい、フロントリラックスでしょ、はい、すっごい濡れてんだ、すいません、あ、そう、クォーターターン、だから光ってるのはちょっとこうなりすぎてる、はい、そうじゃない、もうしっかりこう、あ、で持ってってる、そう、
クォーターターン、タンツラライト決めて、それはいいよ、バッチリ。はい、ここ次よ、クォーターターン。違うじゃない。おうよ、それ絶対やってない、 やっちゃダメよ。はい、もう一回バックに戻って、ターンライト、逆だって言ってんの。逆。冷静に、冷静に。はい。おこれも今のはまだ50点、60点。なんでかっていうと、足見てるでしょ。はい。足見てるでしょ。はい。それから、これ全然かっこいい。はい。だからもうこっから来たら、こうやって、はい、決める。はい、いいよ。ほら、一点も遅れてる。同時にできてないんです。はい。もうだぞ。一緒にやる。回って。違う。難しくないよ。はい、練習よ、練習。バックホーク、ターンライト。どうぞ、簡単だよ、もう一回。ターンライト。まだ上半身とか下半身が別に動いてる。はい。ね、探したときに、もう同時だ。ブン、ブン。そう。ほら、プロップじゃないの。回して、ブン。あ、そう。これでいい。こっち側は得意なんだから、得意なところに綺麗に持っていけないとダメよ。はい。うん。こう開きすぎダメだからね。はい。オッケー、ターンライト。で、持ってきて。だんだん良くなってきてるけど、まだ全体に点数つけるとしたら、はい、60点、65点、はい、うん、とにかく反復練習してて、はい、反復、毎日毎日1時間ずつ。わかりましたね。はい、はい、それでこんだけ汗かくんだから、絞れるんだから、はい、ね、やっていきなさいよ。はい、はい、以上、ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ということでお疲れ様でした。ありがとうございました。どうでした今日のトレーニング。今日のトレーニングはもう途中から覚えてないです。はい、なるほど。けど約1週間ぶりに新さんとヒーロージムチームの方々に会うってことで、ちょっとでも変わったんじゃない、変わった北村を見せれたらいいなと思って、自分なりに標準を合わせて来ました。はい。減量の方は進んでますか。減量はそうですね、はい、審査のカリキュラムにのっとって進めてます。そのおかげで結構少し前よりかは絞れたと思います。はい。今日何が一番辛かったとかありますか。今日ですか。いやもう全部辛かったと思うけど、はい、中でもやっぱり途中覚えてないですね。だからね、覚えてなくなった。多分ハックスクワットぐらいから、ね、覚えてないんで、ハックスクワットが最後、はい、最初の2種目目でもう飛んでますね。はい、いやー、でもすごいかっこよかったです。ありがとうございます。いやー、波のあれじゃクリアできないトレーニングだったと思うんで、はい、一応覚悟してきたんで、まあ、今日は足取れて引いて、そうですね、足、本当に大事な部位だと思うんで、はい、ナイスガッツを見せていただいたと思います。ありがとうございます。最後も潰れましたけど、はい、もう最後でもう最初から潰れてましたけど、はい、でももう新さんがプロボディービルダーになりたいんだったらやる、ならないんだったら帰る、どっちかって言われたら、もう答えは一つしかないんで、やる、やりきるだけです。あとは、はい、この後あれですね、ちょっと食事、
よかったです。タンパク質とタンパク質、はい、もう体ボロボロです。タンパク質ないと多分治んないですね。身も心も身も心もここはい、ガツガツですね。そうですね、喉までやられちゃう。喉はいつの間にかに声帯がボロボロになりましたね。なんでだろうと思ったら叫んでたんですね、トレーニング中に。あ、もうそれも記憶ないですね。それも全然記憶ないです。いつの間にかに喉が潰れてたんで。途中じゃあスクワットで転がってるのも忘れてた。あれはもう周りに人いなくてよかったです、逆に。覚えてるんですね。覚えてます。あれ覚えてます。あれが意識があるのに、あるのに転んじゃうっていう、もう本当に周りに人いなくてよかったです。気迫のスクワットでしたもんね。すいません、もう転がってヒーロージムさんの床を汗で濡らしてしまったんで。転がったせいではないですけどね。そうですか。あの汗の量は、はい、ポージングが頑張ったら、はい、汗です。あ、そうです。ポージングをやりました。はい、そうですね。早速ウィって、はい、じゃその食べてるところも動画で、はい、はい、収めたと思いますので、ぜひ実食で、はい、実食これから実食。まだです、まだまだです。はい、はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。いやー。